はい、まずは首を左へ倒してください。はい、今度は右へ倒してください。右は非常によく倒れるんですね。左にもう一度ゆっくり倒してみてください。頸胸腰部に一つ、それから腰線部に一つ、制限があるようですね。手を楽に下ろしていただいて、ゆっくり左へ倒してください。こうすると骨盤全体というのは右に傾斜しようと、しています。戻していただいて、今度右に倒して、右ではそういった動きというのは非常に小さいですね。ほぼ水平位を保っています。おそらくは左の腸腰、腰線部ですね、ごめんなさい、腰線関節あたりの伸展制限というものがあるんだと思います。では左を下にして横向きになってください。どうしても問題を起こしている部位だけを考えやすいんですけれども、そこが必ずしも一時的な問題でないときっていうのが臨床では多く見受けられます。ちょっと変装になります。この場合土台になっている側をですね、しっかり収めて、それから改めて頸胸腰部を見た方がいいでしょう。体の前に戻して、もう一回腰掛けて。今やはり左の仙骨底の後傾、前方へですね、移動できないような状態というのがあったわけですね。これで変わるかどうか見てみましょう。もう一回首を左に倒してください。はい、右に倒していただいて、先ほどよりですね、右の過剰な運動というのも小さくなってきました。もう一回左に倒していただいて、はい、今度は右へ倒して、はい、戻していただいてですね、今度はベッドこっち側に倒してください。よっこいしょ。左に、5番目の胸椎の左側椎、左回旋、伸展制限というのがあるようですね。で、スラストで取ってもいいんですけれども、ちょっとスイッチバックをしてみましょう。はい、この手を見上げて、はい、OK です。はい、もう一回左に倒しましょう。はい、戻してください。はい、大きく深呼吸をしてください。はい、いいですよ。左の第一肋骨の、そうですね、挙上というのがですね、活性してくれないですね、肋椎関節が。これでいいよね。もう一回、真正面見て。ですかね。頭を左へ倒してください。はい、今度は右に倒してください。そうですね、逆に今度は右側の制限というのはちょっと際立ちましたけれども、これでですね、もう一回左に倒していただいて、どうですかね、先ほどのような骨盤が右へ傾斜しそうな、そういう挙動というのは、なくなってきたと思います。首の動きを見る、もしくは首の症状を見るときにも、全体を見ていただきたいということですね。